はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず宣伝です。はい、動画の概要欄にですね、私が運営するナチュラルボディビル研究所というブログと、あとタトゥーライフというブログのURL が載ってますので、ぜひですね、ブログとか読み物を好きな方は寝る前とかにチェックしていただければ嬉しいです。はい、はい、あとですね、これも動画の概要欄なんですけども、僕のチャンネルの過去のねおすすめ動画、全てね、網羅されてます、動画の概要欄に、なんでね、それも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。はい、宣伝おしまい。神々だな。そう、今日もうこれ動画4本目なんですよ、撮ってるの。だからもうちょっとだんだん路列が回んなくなってきちゃいました、年で。で、今日の動画はですね、ちょっと前にも、ちょっとツイッター関係のお話をしたんですけども、またちょっとツイッター関係のお話になりますね。あ、ツイッターのみじゃないんですけど、SNS、YouTube とか、Instagram、Twitter、その辺の、関連の話。はい。これ前から思うことがあるんですけど、これツイッターのダイレクトメッセージとか、あとは YouTube のコメント欄、インスタのダイレクトメッセージ、その辺から来るんですけど、店長、僕 YouTube 始めたんで、いいねとチャンネル登録お願いしますっていうメッセージね。はい、厚かましくない？これわかんない。俺が本当にね、俺ひねくれてんだよ。俺ってね、だいぶひねくれてると思うの、自分でも。だけど、俺やたらそのチャンネル登録お願いしますっていうメッセージとか、いいね、ね、リツイートよろしくお願いしますっていう、ツイートとかって、厚かましくねえって思っちゃうんですよね。はい。だって、チャンネル登録したければ、あ、面白いな、このチャンネルって思えば、勝手に登録するし、いいねも押しますし、はい。あ、このツイートいいなって思えば、いいね押すし、あ、これもっと拡散したい、これみんなに共有したいって思えば、リツイートするじゃないですか。だけど、それをなんかそのね、発信者、投稿者が、いいね、リツイートよろしくね、チャンネル登録よろしくねって、なんか強要すんのってなんか厚かましくねっていう、はい。で、ひねくれた考えなんだけど思っちゃうんですよね。はい。だからね、そのメッセージでだいたい登録お願いしますとか、いいね、リツイートお願いします、あとフォローバックっていうのかな、お願いしますってやつ、だいたい俺、シカトですね。申し訳ないけど、仕方だね。だって、仕方するか、なんか頑張ってくださいねとか、なんかなんとなく適当に返しておしまいかなっていう。面白ければね、勝手に登録するし、リツイートしますよ。うん。はい。で、フォローしたければ勝手にフォローしますから、よろしくねとか、してくださいっていう風になんか言ってくるのはね、なんかね、ちょっと押し付けがましい気がするんだよね。うん。逆にだからね、ちょっとはね、これもうちょっと踏み込んで言うと、よく言えるなって思うんですよ。俺絶対言えないんですよね。もう長いこと配信者やってますけど、例えば自分の友達に、俺のチャンネル登録してよって言ったこと一度もないんですよ。口が裂けてもね、むしろ言えない。だってあっちからしたら、いやいや、面白くねえのになんだよ、知り合い手だけで登録しなきゃいけねえのかって思うじゃないですか。俺だったら思うからね。はい、あ。なんだ、知り合いってだけでお前そんな踏み込めんのって思ってきちゃうんですよ。だから登録してねとか、逆にあんまり自分のチャンネルをね、宣伝したことないんですよ。その、なんかリアルの知り合いに。逆に恥ずかしい。うん。なんか知っててくれるんだったらいいけど、自分から宣伝するのってあんま好きじゃないんですよね。だからあんまこれ商売人とかそういうビジネスに向いてないんだろうけども、そうそうそう。でもなんか登録してねっていうのって、いやいやいや。登録した気がするやろって思われるんじゃないかなーってね、思うたちなんですよ。僕が思うんで。だから、僕にその手のメッセージしてくるのはちょっとね、控えていただけると嬉しいな。はい。というのもね、
なんでこれをいちいち俺動画で言うかっていうと、僕はほら結構動画のコメント欄で返信するんですよ。基本的にはアンチだろうが、もう訳のわかんないコメント、もうなんかあさっての方向に行っちゃってるコメントとかだろうが、基本的には僕コメントは返信するんですね。まあ嬉しいですから、やっぱり配信しててコメントいただけるっていうのは、まあこれ配信者冥利に尽きるわけじゃないですか。だから嬉しいから返しますよね。なんかアクションしてくれたらやっぱりリアクションするのがまあ筋かなってことで返すんですね。一応あんまりに内容のないアンチとかには返さないけど、基本的にはね、内容があればアンチでも返します。はい。だから、結構そのコメント欄でやり取りすることが僕多くて、不特定多数の方々とね。で、よくコメントくれる方とかね、昔よくコメントくれてた方とかは、久しぶりにコメントしてきても、ああ、久しぶりですねって覚えてますよ。だけどみんなに返しててもう 5,6 年配信者やってるんで、もうおそらくだけど100人200人の規模じゃなくてもう数千人規模で僕コメント返してるんですよ。一応だって1500万回再生ありますから、はい、それなりにコメントは返して、いろんな人にコメント返してるんですね。でそうするとやっぱ1回でもコメントのやり取りがあると、まあわかんない、俺はリスナーさん側の気持ちがわかんないけど、1回でもコメントのやり取りがあると、それっきりだったとしても急に数年後に、店長覚えてますかと、何々の動画にコメントしたものですみたいな、いや一回だけじゃなかなか俺だって覚えらんないよと思いながら、あーそうだったんですねって、まあツイッターとかで返すじゃないですか。そうすると、店長 YouTube 始めたんで僕登録してもらってもいいですかみたいな、いや一回コメントのやり取りした程度で友人と思ってしてもらってもいいですかって、うん、やんわり断るけどね。はあ、俺ノーと言える日本人なんで本当にまあどちらかというとね、協調性ある方だと思いますよ俺、うん、ノーとは言えるけども、なんか自分が例えば肉食いたくても友達といて、何食いたいって言われて、あいや特に何かあるって言ったら、魚、あじゃあ魚いいねっていう風に、どちらかというと僕流されますよ、わざわざね。ね、相手がいい方がいいんで、そう、どちらかというと協調性あると思うんだけども、本当に嫌なことは嫌だっていうタイプなんで、はい、ね、ヤクザ屋さんの知り合いだろうが嫌なことは嫌だっていうんでね、コテンパンにやられたことだってありますよ。でもそれでも嫌なものは嫌だっていうんですよ、意外と。はい、それイエスって言った時の方がめんどくせえなって思うことは嫌だっていうんですね。はい、だからすげえ気まずいメッセージの雰囲気が流れようとも、店長、店長のツイッターフォローしたんで、こっちのフォローバックもよろしくお願いしますみたいな来ても、いや、フォローは僕リアルの友達しかしてないんでごめんなさいってね、ちゃんと言います。はい。ね。はい。だからね、その気まずい雰囲気が流れるから、やめてほしいんですよね。うん。ね、やっぱ数年前に一回コメント欄でやり取りしただけだと、正直、わかんないし、覚えてないですよ。正直言って。それを覚えてるって言ったら、俺怖い、もっと覚えることあんだろうって。それを覚える前に、お前数学とか覚えろよっていう風にね、僕、自責の念に駆られちゃいますから、はい。ね。だから、あんまりメッセージでそういうのね、送ってこないでほしいんだよね。未だに来るけどね。嬉しいことではあるんだけども、僕、ひねくれてるんですよ、本当に。だいぶひねくれてると思う。うん、自分でも。ね、だけどなんかフォローしてくださいって言われると逆にフォローしたくなくなっちゃうんだよな。天の弱だからさ、フォローしようかなと思ってたのにフォロー してくださいねって言われちゃうと、あーなんかしたくねえわって思っちゃうんだよ。ひねくれてるんだよ、うん、ね、そう、登録してくださいねって送られてくると、なんかちょっといいなって思ってもなんか登録したくなくなっちゃうんだよね。だからね、自然に登録してくれるのを待つっていうのが一番いいんじゃないかなってね、思いますよ。はい。ね。っていう愚痴です。はい。というわけで、というわけでじゃねえよって思うけども、ね、ね、まあ人にお願いするんであればなんかね、例えばそれ相応の見返りくれよ。フォローするから1万円ぐらいくれるんだったら全然フォローしますよ。ね。はい。求めるだけはダメですよね。やっぱギブアンドテイクですよ。
はあ、というわけで、なんか性格悪いな、こいつって思われるだけの動画だった気がするけど、どうなんだこれ。うん。